ダイアログフォーピープルの佐藤です。よろしくお願いいたします。改定入管法に関連して質問いたします。改定入管法ではですね、補完的保護対象者の保護規定ができました。しかし人道的配慮による在留特別許可の条項に関しては削除されています。現在よりも保護の範囲が狭まる恐れというものも指摘されていますが、入管この改定入管法における補完的保護規定の追加および人道的配慮による在留特別許可の条項削除により、これまでの保護される対象が増えるのか狭まるのか予測シミュレーションを行ったことはありますでしょうか。でありましたらその内容をお知らせください。で行っていない場合はですね、これほど重大な変更による現実的な影響を軽視しているのではないかと思われますが、なぜ行わないのか、そして今後実施の予定があるのかお知らせください。これ大変重要な点を指摘していただきました。これこの件は国会にも答弁させていただいているんですが、入管法改正法ではですね、紛争避難民等の人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、難民条約上の難民に該当しない場合であっても、難民条約上の5つの理由以外の理由により迫害を受ける恐れのあるものを、補完的保護対象者として認定する制度、これを創設します。でこれにより現行法下で人道的配慮に在留特別許可を受けていた者に対して、補完的保護対象者と認定されれば当然制度的安定的に支援を行うことが可能となります。また改正法下では補完的保護対象者と認められないものでありましても、退去強制手続きにおいて申請あるいはまた職権によりまして在留特別許可の判断を受けるということが可能となっているわけであります。従いまして現行法下で人道配慮による在留特別許可により保護されていたものの、その保護の範囲が狭くなるということはありません。これは国会でも明確に答弁をさせていただいております。シミュレーションは行っていない。変わらないので、シミュレーションやる必要ない。やる必要がない。はい、今申し上げましたように、今までと、今答弁で申し上げたようにですね、現行法下で人道配慮による特別在留特許可により保護されていたものの範囲が狭くなることはありませんので。それでは次の。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。